遊んで寝よう少し。まあ12時でもいいんだけど。でもあれだけはもうささっと終わらせる。金食い虫だと思う。俺楽しみだからいいんだけど、普通の船乗って釣るじゃん、うん、それだけです。4万買ってから今日クソかかるなと思って。ちなみに今日あそこも綺麗で、今競り屋、あー競り屋はどうしようかな、明日あげたらかな。今日はもう軽めにして寝たい俺は。朝早かったか、まあつっても行く場所混んでないし、あそこだから大丈夫だけど、ね、長尾だから、うん、いや、寝てれば大丈夫。12時とかに出発すると、ただ足が死んで、まあ、じゃあ10時ぐらいだな。あなたも眠くなるからやめた方がいいよ、12時って。じゃあ10時ぐらいだな。人間の体的に作れたって12時って、うん、10時になれば多分長尾には0時ぐらいには着くと思うから、その前にご飯だな。うん、ご飯をどっかで調達しないとね。うん、まあね、あ腹減ったよ。タチウオとか持ってったするけど、あれめタチウオ、あんな料理知らない。いや食うんだろうけど料理めんどくさくねえと思って。わからん。あんな銀色のやつでしょ、知ってるでしょ。うん、美味しそうに、あんなうん、あれ見るもんだよね。まあなんとなく、うん、メタルスライムみたいなやつ。そうだよ、ね、今日アンペンの時間がさ、今日はあれはね、なんか宴会やってる人たち全然いないねっつって、昼間親子連れの人がいましたけどね。でも夜多いんじゃないですか、いいかっつって。夜も俺も酒飲んで寝ちゃうからな。あれも寝たってみんな早いの、ね、危ない危ない。明日はちょっと酒持ってこようかな、ほんまに。ああ、この丸い道行く感じか。風呂入りてよ。口なしって書いてある。これどれが口なしだったの？それもあれ栽培されちゃったやつかね。じゃない？腐っちゃったんだ。あ、そうだ。高尾山でさ、うん。テーブルさんの森があるところに桜の木一本生えてたじゃん。うん。あれもうね、今年で見納めなんだって。あ、腐っちゃった。腐っちゃって病気になっちゃったから。ああ、そういうこと、ね、桜そうなっちゃった。枝とかなんか一本取っといてもさ、あそこに新たにまたなんか遺伝子として残せないのかね。うん、もったいないよね、あの雨なんか下のあれに取っとくんじゃないかな、貯蔵庫みたいな、あの博物館みたいなとこ。いや、無理だけど。無理か、もう腐っちゃうし。だから枝とか今取ってるじゃん、うん、なんか何本かさ、ああやってさ、うん、なんかこう、うまくできないかな、わかんないけど。山で売ってるフォロワーさんがさ、うん、
ちょっとこれ埋めたんだって去年。うん、これちょっと出てきちゃうかな。え、こっちから行っちゃう。あ、いいよ、そっち行ってていいよ。ちょっとこれちょっと待ってて。木みたいにさ、太くはならなかったけど、うん、今年桜の花咲いたって書いてあった。これどこまで行くの？はい。もうさっと行って、さっと戻りたい。おにゃむ、おにゃむ。うるさい？うん、え？まあ体力雑魚だもん。うん、俺は強い。いや別にね。普通に駐車しちゃう人。うん、ゆか行ってみようか。うん、カーブでさ、車対向車がさ、うん、行け、中央線ちゃんと入りきれなくて、なんか反対車線にはみ出してさ、対向車にガーンって思いっきりぶつかってる動画流れてきてたけどさ、うん、かわいそうに。しかもなんかぶつけられた車ライオンらしい。最悪じゃん。しかももう古い車だから下手したら廃車かもって感じ。もう黄色い線から対向車はみ出てバーンってぶつかってて、避けれないんだな。残念よ。腹減った、意図的に誰かこの枝折ってんの怖いんだけど。まあね、前を歩いてたおじいさんがこの辺の葉っぱ切りのむしりとって折ってたけど怖っ。やばくない？まあちょっといろんな人いるからね。おじいさんちゅうちゅう見かけるから
あんまりかからんとか関わったことないけど、うん、離れよう、うん、老害の一歩手前じゃないかしら、うん、ちなみにあそこの公園よくね歩いてる。